どうも、マンボウです。皆さんは CG の牛が音楽に合わせて踊っている動画を見たことがありますか？一体これは何なのか、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。この動画はポーリッシュカウというミームです。日本語にするとそのままポーランドの牛という意味になります。この名前は動画で流れているのがポーランドの曲であることに由来します。牛のクオリティがちょっと雑なところと独特なリズムとメロディーの曲が合わさって思わずずっと見てしまうような癖になる動画ですね。あまりの中毒性の高さからか、YouTube には耐久動画がいくつも作られ、かなりの再生回数を獲得しています。中には10時間の耐久動画が約2200万回再生されるケースも。もしかすると作業用 BGM にうってつけだと思った人が多かったのかもしれないですね。この動画を初めて見た人は牛が踊っているだけのシュールな映像だと思ったかもしれません。実際自分も調べるまでそう思っていました。しかしこのミームについて詳しく知ればそのイメージは大きく変わるでしょう。このミームはどのようにして広まっていったのでしょうか。事の発端は2015年10月19日にポーランドの歌手シピスさんが Gdzie jest biały węgorz?Zejście。という曲を発表したのが始まりです。シピスさんの YouTube チャンネルにこの曲の PV が投稿されており、そちらは現在約3400万回以上再生されています。その後詳しい経緯は不明ですが、2020年7月中旬から恐竜とカエルが踊るジフを使った動画やゼルダの伝説のトライフォースを擬人化した三角形に手足が生えたキャラが踊る動画など、この曲に合わせてダンスをする動画が作られ始めました。こうした動画の一部として作られたのがポーリッシュカウだったのです。ちなみに一番最初のポーリッシュカウの動画は2020年7月13日に YouTube に投稿されたもので、現在は非公開になっています。そしてこの曲を使ったミームが人気になると、曲を作ったシピスさんは自身のインスタグラムにネタ動画を作って投稿したり、7月31日には自分の YouTube チャンネルに踊る牛の映像を使ったリミックスを投稿するなど、ミームを公認するような姿勢を見せていました。そんなシピスさんは何者なのか。シピスさんはヒップホップアーティストであり、彼の曲には過激なテーマと言葉遣いが含まれているのが特徴です。例えば2022年2月25日に自身の YouTube チャンネルに投稿したプーチンという曲では、2分22秒かけてロシアの大統領ウラジーミル・プーチンをかなり口汚くディスっています。こうした歯に衣着せぬストレートな歌詞からポーランドのインターネットで特に若いファンの間でかなり人気があるとのこと。さらにシピスさんは2020年3月に格闘家として試合に出たこともあります。この試合では同じくポーランドのラッパーと対戦、立ち回りで苦戦を強いられたものの、最終的にシピスさんはサブミッションを使いワンラウンドで相手を沈めました。彼らの戦いはお互いのファンの間で大人気だったそうです。意外な一面ですね。では最後にポーリッシュカウで流れている曲について深掘りしていきましょう。 Gdzie jest biały węgorz?Zejście。という曲名を日本語に訳すと、白いうなぎはどこだになります。と言ってもこれは漁業の歌ではありません。ここで言う白いうなぎとはポーランドの俗語でコッのことで、彼の楽曲によく登場する単語です。歌詞の一部を日本語に訳すと、俺の頭の中にあるのは 5g のコッだけ、忘却の彼方へ一人飛び立つ、いつになれば終わるのか頭の中で考えている、一人じゃない時はいつも白いうなぎが飛んでくる、といった感じ。なんとなく察した人もいると思いますが、この曲の歌詞に出てくる主人公は薬物の禁断症状について語っており、自分がいかに依存症から抜け出さないかを陽気なメロディーに合わせて歌っています。一見のどかな雰囲気のポーリッシュカウにはこんなに物騒な歌詞の曲が使われていたんですね。それを踏まえて動画を見直してみると、また違った印象を受けるのではないでしょうか。ただ踊っているだけの牛からもどこか狂気を感じずにはいられません。曲の一番を日本語訳した動画があるので概要欄にリンクを貼っておきます。気になった人は見てください。いかがでしたか。今回ポーリッシュカウについて解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあればぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。